しもし、かほこです。明日結婚記念日だね。はい、今日は何をするかっていうと、久しぶりにね、斉藤さんをやろうと思います。イエーイ。私ね、斉藤さん正直ちょっと苦手で、っていうか電話がね、苦手なの。あんまり知らない人と喋るのとか得意じゃなくて、てかめっちゃ得意じゃないんだけど、で、何ヶ月ぐらい前かな、一本ね、斉藤さんの動画を YouTube に上げてるんですけれども、その時はプリンセスボイスで斉藤さんをするっていう謎の動画だったんですけれども、もし気になる方がいたらぜひ見てみてください。で、今回も普通に斉藤さんをするんじゃなくって、電話のつながった相手の彼女もしくは奥さんになりきって電話しようと思います。だから例えば電話がつながったら、あなた何時頃に帰ってくるのとか、今日はどこにデート行くのみたいな感じで話しかけてみたら、どんな反応するかっていうのを検証していこうと思います。ノリがいい人だったらいいんだけど、何言うてんねんっていう人がほとんどかなって思うんですが、やっていこうと思います。久しぶりにアプリを立ち上げました。やだ、コミュニケーション能力が本当にないから。なんか8月の MVP おめでとうって書いてる、ね、MVP とかあるの斉藤さんって。何これ。じゃあまず1人目、久しぶりに聞いた。心が折れそう、もうすでに。もしもし。何時に帰ってくるの？どういうこと？早く帰ってきて待ってるよ。本当にこれテンション下がる、切られたら。もしもしが可愛くないってこと？もしもし？もしもし？もしもし？あれ、もし。聞こえる？聞こえます。何時に帰ってくるの？何時に帰ってくるの？早く帰ってきて。はい。何がいい？ご飯。揚げ物以外なら。でも昨日天ぷら食べてたじゃん。美味しいって言ってたじゃん。食べ過ぎた？ああ、食べ過ぎたかな。じゃあ今日湯豆腐にしとく。あ、寒いな。今綾子寝てるから。だって綾間、綾間。パパに会いたいって言ってる。まあ寒いね、今日。今日寒いか、暑いよ、こっちは。どこにいんの？すごい優しい人だった。嬉しい。この調子で頑張っていきます。ドゥン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 。もしもし。もしもし。何時に帰ってくるの？5時。5時？今日ハンバーグだからね。俺が好きなやつじゃん。ハンバーグ好きでしょ？ありがとう。明日結婚記念日だね。そうだね。楽しみ。今日の夜は楽しみよ。もしもし。はい、こんにちは。早くデートしよう。じゃあまた行くわ。早く。どこ行けばいいの？ドンキーホーテ。うん。そう、今日ね、今日テーブル買ってよ、大きい。楽しみにしてるわ。うん。あ、そう、玉ねぎと卵切れちゃったから買ってきてほしいんだけど、いい？オッケー。あとトイレットペーパー。オッケー。玉ねぎと卵とトイレットペーパーでしょ？そうそうそう。この風船がちょっとやらしいよね。私だけでしょうか、そう思うのは。あ、うん、うん。もしもし。声が聞こえない。声ちっちゃいよ。大丈夫？風邪気味？
薬飲んだ？なんでやねん。もしもし。17。え、高2。そう。俺、高3だよ。近いね。エロいこと好き？彼氏いるの？いっぱいいる。もしもし。こんにちは。今日付き合って3ヶ月記念日だよ。大好き。好き？うん、好き。どれぐらい？木星の大きさぐらい。幸せ。ね、幸せ。一生一生。じゃあ俺のことぐらい好き？ナイル川ぐらい好き。早く迎えに来て。今日デートでしょ。そうだったね。うん、昨日買ったワンピース着た。買ってくれたやつ。あー、あれか。そう、似合ってるって言ってくれたからすぐ着たの。おー、いいね。で、今日石原さとみ風メイクしてみた。どんなあなたも好き。だって1ヶ月記念日の時だってお手紙書いてくれたし、毎日読んで、毎日読んで泣いてる。マジ？うん。俺の年覚えてる？22でしょ。まだ成人式じゃないんだ。結構離れてたね。じゃあ。でも愛があればさ。うん。かっこいい。結構ね、いろんな方とお話ししたんだけど、優しい人がね多くてすごく嬉しいです。ということで、次の電話が最後です。最後にしたいと思います。最後はとびっきりの可愛い声を出していきたいと思います。レッツゴー。もしもし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 。リンゴ。ゴリラ。ラクダ。ダルマ。マリオ。It's me, マリオ。チャンネル登録よろしくね。はい、ということで今日は久しぶりに斉藤さんをしてみました。私はね、コミュニケーション能力がないからあまり得意ではないんですけれども、久しぶりにしたらすごいフレンドリーな方ばかりでとても楽しかったです。はい、でもやっぱりああいうことやらこういうことやらを目的としている危ない方もたくさんいらっしゃるので、ぜひ皆さんやるときは注意してください。